で、今回は、なんだっけな、紹介とかじゃなくて、なんか、なんと、雑談っていうか、報告動画っていうか、何が報告するって、この番、なんだっけ、チャンネルとかそういうことじゃなくて、な、まあ、こんなことなの、ね。ちょっとわかりにくいかもしれないけど、ここまで、青くなってるでしょ、うん、もっと腫れてたんだけど、うん、ちょっと落ち着いてきたんだけど、ちょっとね、まだ痛いから言ってんね、あれなんだけど。で、何したって、なんていうの誰か、まあ、なんていうのトラブルがあったことあったんだけど、その誰かを殴ったりしたんじゃなくて、うん、いや、なんかとてもイラつくことがあって、うん、まあ、壁と戦った結果、手が腫れ上がるってね、壁に負けて。そう。壁は無傷だったけど。そう。自分のせいで、腫れ自体は引いてきたんだけど、まだここら辺も青いんだよね、こうやって。ここは青くて、この指先も青いと、うん。で、ここに傷がついてるんだけど、うん、とても痛いと。まだ痛いよ、ね。で、正直言って9月1日にね、ちょっと、ディズニーが近づいてたんだけど、うん、もしかしたらいけないかもしれないと。グッズが発売されるんだけど、なんだよな。まあ、このなんで、一応動画も撮ってんだけど、最大の目的は、まあ、動画も一つなんだけど、カメラなんだよね、自分で。写真とか、ね。そう、好きなんだよ、ね。だけど、ちょっとね、厳しい。カメラを持つのが。少しね。だいぶ引いてきたのが治ってきたんだけど、うん、ちょっともう時間が日にちがなくて、回復するかどうか怪しくなってきた。で、ちょっとね、カメラを握ったりすると痛いんだよね。カメラを握ったりっておかしいけど、手を握ったりすると痛いんだよ。こういう動きとか、この、なんこういう動きすると痛いんだよ。日に日になんかいろんなところにね、ここ痛みとかね、あざが出て。そうすると、万が一、一応さ、ネックストラップとかつけてるけど、うん、カメラね、当然さ、ストラップなしでは撮らないんだよ、危ないから。うん、だけど、もう万が一があるから、ちょっと今考えてる。やっぱりカメラ高いから、うん、落としたりね、自分の手がほら、痛いじゃない。これも痛いんだよね、今やったけど、うん。そうすると、万が一ってことはね、ズキッてした時にほら、人間ってさ、分かってても、こうなってやばいから、ね、反射的に、うん。これが痛ってなった時に、自分、脳で理解してても、話しちゃダメだよって。痛みあるよって、脳で理解してても、痛みに対してなんて、瞬時の判断として、あ、痛ってなっちゃうと、落とす可能性があるね。カメラをね、うん。ちょっと、ほら、そう。で、ほら、自分の首より、地面が下にある場合は、なんか首よりっていうか、なんて、その、ネックストラップより、うん。下にある場合はぶつけないけど、ベンチとか座って立ち上がろうとした時に、ベンチよりちょっと高い人はほら、後ろの壁とかがあると、そこにガンってやっちゃう可能性ある。ブランブランってなるとか、ぶつかるとかよくあるね。それ、だからちょっと迷ってるっていう。悲しい結末っていう。ちょっとお話。だから、まあ、言いたいことは、ダメよ、壁を殴っちゃう。勝てないから。まあ、勝つ人もいるけど。うん。でも多分、勝ってる人もどうにかなってんじゃん。そう。自分の拳もやられる。ね、総裁されてるよね。そう。だから、うちではね、だからね、オランから、昔、まあ、名前を出したらあれなんだけど、プロ野球選手いましたよね。うん、自らベンチを殴って、ね、腕がいっちゃった人が。そうなっちゃうから、やめた方がいいよっていうね、うん。自分もね、こんなギリギリになってね、ディズニーに入って、もう我も忘れて、まあ、とんでもなくやつことがあったんだよね、うん。こうなっちゃうから、ダメよってお話です。じゃあ以上です。